You という曲をやります。西村亮也でした。ありがとうございました。その言葉にあなたの存在に何度助けられただろう。でももうあなたを頼ることはできない。ねえ答えて、泣くことで救われんの。俺は違うと思うね。そうでしょう。支えが消える。天と地が逆転しないように。ありえない、そう思っていた。だけど女神はそれを嘲笑うかのように言葉に、あなたの存在に何度傷つけられただろう。もうあなたを頼ることはできない。ねえ答えて、人任せて楽しい人生って楽しいはずでしょ。身近にある恐怖に今までずっと気づかなかった。そう思ってた。夜空に輝く星たちでさえ怖かった。輝きをなくして、その事実に、その言葉の間にいくつの恐怖を味わった。恐怖は泣けないことを失うことに。ねえ助けて、泣けないのはいけないこと。でも泣きたいだってそうでしょ。泣きたいだけが泣けない。死の淵を見てなおわからないことだ。恐ろしいのは星空、言葉それとも泣けないこと。答えて、助けて、殺して、その言葉にあなたの存在に何度助けられただろう。もうあなたを頼ることはできない。ねえ答えて、泣くことで救われるの。心も体も憎しみも悲しみも ありがとうございました。西村亮也でした。